去年12月にデビューし大ヒットを続ける9人組ガールズグループ NiziU。 そんな NiziU はメンバー同士とても仲が良く、メンバーの誕生日には様々なサプライズをメンバー同士で考案しているのです。今回はそんな彼女たちの誕生日やバースデーケーキ、お祝いの様子などを紹介したいと思います。NiziU のリーダーであるマコは2001年4月4日生まれで現在20歳。 NiziU で最初に20歳になった最年長メンバーです。20歳の誕生日には公式インスタグラムでメンバーの可愛らしいオフショットが公開されました。ファンからはマコちゃん誕生日おめでとう、マコちゃん本当におめでとうなどお祝いのコメントがたくさん寄せられました。マコはNiziUのメンバーになり初の誕生日を迎え、これからも多くの挑戦をしていきたいと思います。NiziUとしてこれからもたくさんの方々に勇気と笑顔をお届けしますというメッセージを発信してくれました。またインスタグラムに投稿されたバースデーケーキの写真を見るとすごくおしゃれで、マコの似顔絵やNiziUの文字があしらわれているものでした。幸せそうなマコの顔を見ると素敵な誕生日だったことが伺えます。マユカは2003年11月13日生まれの現在17歳です。昨年の誕生日にはマユカにそっくりなアイシングクッキーがプレゼントされました。またNiziUのカメレオンというキャッチフレーズにちなんでカメレオンのクッキーがあったりと、とてもクオリティの高いものでした。インスタグラムでマユカはこれからも感謝の気持ちを忘れずに頑張っていきます、皆さん大好きですとファンへメッセージを伝えたのです。ミーヒは2004年8月12日生まれの16歳です。昨年の16歳の誕生日と氏津はメンバーが朝早くからミーヒをお祝いするために部屋の飾り付けをしてくれたそう。本当にメンバーは家族のような存在なのです。リマの誕生日は2004年3月26日、現在は17歳です。NiziUの公式インスタグラムにパスタケーキの写真が投稿されました。本物のパスタそっくりで、リマも驚いていたようです。また、Thank you, I love you all、 いつも本当にありがとうございます、というメッセージとともに、リマとNiziUメンバーのツーショット写真をまとめた動画をファンにプレゼントしてくれました。マヤは2002年4月8日生まれの19歳です。インスタグラムで19歳になりました、たくさんの愛のこもったメッセージや動画、画像、本当に感動しました。一つ一つうるうるしながら大切に読ませていただきました。ありがとうございます、と喜びを語ったマヤ。白鳥が乗った豪華なバースデーケーキがとても豪華でした。これからも大好きなメンバーと大好きな WithYou と一緒にたくさんの思い出を作りたいです。ああ早く WithYou に会いたいな。私もみんなのことがラブです、という WithYou に向けたメッセージも投稿され、数千件のお祝いコメントが集まりました。メンバー最年少のニナは、2005年2月27日のニナの日生まれの16歳です。バースデーケーキは、大人っぽいオーシャンブルーの、最近若者の間で人気になっているシンプルな千色ケーキでした。インスタグラムには、私の誕生日を祝ってくださった皆さん、本当にありがとうございます。WithYou からのメッセージ全部読みましたよ、というメッセージが投稿されたのです。WithYou たちからのメッセージを全部読んだという言葉は、WithYou にとっては嬉しいものだったでしょう。リクの誕生日は2002年10月26日。昨年18歳になりました。そんなリクには、虹がデコレーションされ鮮やかなラベンダー色のケーキがプレゼントされたのです。インスタグラムでは、今日は私の誕生日。ということで、メンバーのみんながスケジュール終わりにサプライズでお祝いしてくれました。みんなほんまにありがとう。WithYou の皆さんもありがとうございます。最高の誕生日になりました。みんな大好き。
愛してるというコメントを綴っています。リオはリクと同じ2002年生まれの2月4日現在は19歳です。バースデーケーキは優しい桜ピンク色でリオのイメージにぴったりなものでした。可愛い絵文字や虹のデコレーションがとても可愛かったのですが、ケーキには目玉焼きやひよこのデコレーションもありました。実は卵の大食いが特技というリオ。そんなリオだからこそ卵にちなんだデコレーションをしたと思うとメンバー愛を感じます。20結成後、一番誕生日が早かったのが彩香です。2003年6月20日生まれで、現在は17歳。20で最初のバースデーガールとなった彩香には、真っ赤なケーキがプレゼントされました。とても不思議な気持ちとすごく嬉しい気持ちでいっぱいでした、と彩香は喜びをあらわにしていました。それぞれの誕生日ケーキに、アイデアと愛情が込められていて素敵です。9人もいたら、毎年9回の誕生日が訪れます。これから訪れるメンバーの誕生日は、どんなものになるか、注目したいです。ご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価も、ぜひお願いします。